ちは。こんにちは。セレクトショップアプトの北です。山下です。今日は、はい、じゃあこれもじゃあ、あのメキシコ発のメルカドバッグ、はい、今年もたくさん入ってきたのでご紹介したいと思います。はい、このメキシコあのメルカドバッグっていうのはなんかスペイン語でマルシェバッグ、市場のバッグっていう意味で、あのいわゆるカゴをこのプラスチックで作ってるんですよ。これはメキシコの、まあ、なんていうか産物っていうか特産物なんですけど、これ全部ハンドで編んでるんですよ。こういうテープがあって、それがもう今や人気すぎてどんどんバリエーションが増え、もうもはやそのマルシェバッグっていうか、もちろんそのそういうエコバッグ的な感じでも使えるし、ファッションでももちろん使えるし、カゴのナチュラルのバッグと違っていいところはお手入れが必要ないってこと、植物はどうしても日本湿気が高い日本はお手入れが必要なんですけど、これプラスチックなのでお手入れ不要です。で水で洗います。雨の日も使います。ということでどんどんこっちが人気が出てきている、はい、メルカドバッグがもう本当にもはや日常になっていますよね。はい、はい、で、ブランドがうちは2台ありまして、こっちがディミヌティーボっていうブランドなんですけど、もう一つがこっちがムーンバード、はい、で同じようにプラスチック使ってるんですけど、このムーンバードの方は、ペットボトルのキャップをリサイクルして作った、まあ、サスティナブルな素材を使っています。こっちはちょっと違うんですね。これもね、でもポリエチレン、何かしらこう、環境のことはきっと考えられて、入るされてます、はい、と思います。で、まあ、なんかこう明らかにすごく違うよねっていうことは特にないですよ。そうですね、質感はまあ同じだし、まあ、ほぼほぼ同じだし、こっちの方がちょっと、まあ、ちょっとしっかりしてるかな、固めかなぐらいの感じで、作り的にはほぼ同じです。ただちょっとなんかブランドの方なんか雰囲気が若干違ったりするので、あえてちょっと2つを選んでるんですけど、っていうぐらいです、じゃあ少ない方で、これがディミヌティーボの、人気だった、去年も人気だった、長方形の、ちょっとね浅めなんですよ、浅めだから結構多分ねデイリー使いがねめっちゃしやすいんですよね、なんか出し入れがすごいしやすい、で持ちやすい、ちょっとこうちょこんと持ち、普段使いにちょうどいい大きさ、浴衣とか、あ、その着物とかにも、あのちょっと和でも、そう、特にこういう色とかね、割とね、馴染みます、そうっていう感じで、これは独特な形、そう。まあ、あとカラフルすぎて可愛いみたいな、はい、持ち手がこうなんかこう白黒のこの2色になっているところっていうのも、このディミヌティーボの、あの特徴ですね、長い野菜とかお弁当とかもね、なんかね、そうなんですよ、ちゃんと安定するからね、でムーンバードはねいっぱいありますよ。ちっちゃいのからいくと、これとこれが今回一番小さいか、でこれが S サイズかな。でもこれも夏だったらまあギリギリ、肩はギリ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 かけられる、まあ持ちやすいですよね。そう、この小ささは、小ささがね、これも本当にちょうど普段使いにちょうどいい大きさだと思います。なんかスーパーに行っていっぱい買うっていう感じではないですけど、そうですね、日常のその、なんかペットボトルとか夏だったら日傘とか、なんかそういうのとかすごく入れやすくて、もう本当にちょっとこうやって持っていて一番こう、洋服になんかファッションに馴染みやすい感じの大きさだと思います。最低限は余裕で入ります。はい、入りますね、で、その上が若干ちょっとこれは縦が長くなった、そっか、これは新しい形だね、大きさだね、そうか、うん、これは M です。M はいっぱい柄はあるんですけど、ありますね、大体のものに M と L が同じ柄とか色があるので、ちょっと割愛してるんですけど、そうですね、これは結構ね肩にかけやすいと思います。でメルカドのバッグのいいところって、どれも全部ね持ち手がこの2本ずつなんで4本なんですよ。だから結構重いものを入れても力が分散される、そう、食い込みがない、分散、そう、分散される、はい、はい、私結構ね旅行とかにも持っていく、自立するから車の中とか電車の中とかで結構使い、それが結構使いやすかったりします、です、
はい、で、うん、L は大きめ、 L もこれの上まだあるよ、 XL、 XL か、 L は、 L はねめっちゃ肩掛けしやすい、これは肩です、そう、これはなんかコートとか着てても全然掛けられると思います、はい、まあ、ここまでいったら結構ね荷物も入れちゃうと思うから、これはなんかね、あのアウトドア、ここになったらもう本当に大きい水筒とか、はい、もうあのレジャーシートとかいろいろお弁当とか入れられると思う。 L と M の街はあんまり変わらないんですよ、変わんないね、だからなんか本当かけやすくなったなみたいな、そうですね、これとかも一見こうやって前は文字だけどサイドにこうやってデザインが入ったり、まあ、本当にたくさん種類がねたくさんあってね、はい、まあ本当こんなにあったらどれか絶対好きなやつは見つかると思う、ね、うん、靴とかも余裕で入ります、入ります、あ、だから結構ジムとかそういう方もいいかもしれないですね、うん、うん、なるほど、本当ね、ちょっと本当にあの公園でランチ食べようとかいう時にこうやってもう寝ないでこう立てられるっていうバッグって意外と中でないから、すごいそれが持ちやすいと思う、結構インテリアとかでも、そうそう、使わない時はブランケット入れたりとか新聞とか雑誌とか入れたりとか、あの、そういうお家に置くっていう色使い、これとかね素敵だよね、これに植物がこう刺さってて、刺さってるのも可愛いかもね、かけられるし、かけられるし、実はこう花瓶が中に入っ て、 て、はい、ちょっと濡れちゃっても乾けば、うん、そう大丈夫だから、そうですね、こういうのは劣化しないから、そういう意味ではすごくいいかも、はい、で一番 XL、 あ、これか、うん、これはね私ねめちゃ愛用してるんですけど、これはね、あの産直とかね、道の駅とかでね、お買い物するのめちゃくちゃ本当に便利なの。これね、肩にかけてこうやってできるし、あと入れやすいの、すっごい、こうやって、これもだから自立するから、大きいひあのエコバッグを広げるんじゃなくて、もう面積本当使うの少なくて、大根とか立てられるしね。大根も、そこにも入ります。そう。これね、これ持ってるとね、あ、いいわねって時に声かけられたりする。なんか結構その、根菜って大きいじゃないですか、じゃがいもとか人参とか玉ねぎって一袋買うだけでももう根菜、そう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 、だからいっぱい入るのそういい、でこれトランクに自立するし、これね、あのいつも入れとくとめちゃくちゃ便利、うんうんで、サイズはブーンバード4サイズ、うん、4サイズ結構だからもういろんな用途で、はい、用途でもう本当にあの家族全員でいろいろ使ってもいいし、大きいの男性持ってても全然違和感ないし、はい、こういうのとかね、そういう感じで、はいはい、今回もメルカドバッグはたくさん、はい、サイズもカラーもたくさんあるので、ぜひ好きなのをこの中から選んでいただけたら嬉しいです、はいはい、では今日はメルカドバッグをご紹介しました、はい、最後までご視聴ありがとうございました。